丘も木も何もなかった。空もなく太陽もなかった。とにかく何もなかった。そこはとてもとても暗かった。神は言った。世界を作ろう。そこで神はこの宇宙を作った。それはずっとずっと昔のことだった。Yeah.
ス様がお生まれになったことをお祝いして、クリスマスの歌をご一緒に歌いましょう。
ザビエルは最初に読んでいた時、静かにクリスマスをお祝いしたと思います。それから数えて464回目のクリスマスなんですよね。そして初めてこのクリスマスのお祝いが記憶に残っているのが1552年ザビエルが去った後、山口県で最初にクリスマスのお祝いが行われたという記録が残されています。そしてその後1560年に初めて日本で聖劇が行われたという記録があるわけです。大分県で初めて劇が行われました。その劇は今日子供たちが演者と同じように最初の天地創造の話ですね、アダムというの話から始まって、ソロモン王の裁判、そして幼子の誕生、博士たちの礼拝、そして最後には最後の審判で劇が行われたと。しかも全て日本語で行われていたという記録があります。もちろんその中には洋曲風なもの、古城より風なもの、そしてグレゴリアン聖歌も歌われたという記録がここに残されています。そしてまた戦国時代にはたくさんのキリシタンがいたんですけれども、同時に敵味方になって戦わなければいけない時があったんですね。記録に残っているのは1566年の境で織田信長と松永久秀が陣を引いた時、両方の陣営にはキリシタンがいたわけです。本当は戦いたくなかった。でも宣教師フロイスは両方の陣営のキリシタンたちを呼んで、そしてクリスマスのお祝いをして、ミサに参加し、共に食事をして、そしてまるで兄弟のようにそこで仲良く食事を沸かし合って、共に祈り、そしてそれが終わった後、また再び双方の陣営に戻っていったという記録が残されています。まあ、ちょっと歴史的なことを話しましたけれども、今日は、今年の2013年の土曜学校の最後の日です。皆さんこの1年間、子どもたちの活動を見守ってくださいまして本当にありがとうございました。おかげで、子どもたちも大きく成長することができました。この1年のお恵み、本当に心から感謝したいと思います。皆さんと、そして神様に心から感謝を申し上げます。まもなく新しい年も迎えますけれども、また来たる時2014年、どうぞ子どもたちを見守ってあげてください。そして神様がこの子どもたちを祝福してくださいますように。そして来年の今日のこの日、また一段と成長した姿で聖劇をしてくれることを心から待ち望んでいます。皆さんありがとうございました。